今回のコネクティビーの収録はフィナンシェが IO を実施するということで、コインチェックのアモさんとフィナンシェの国光さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまずはじめにアモさんと、まあ、コインチェックの今の事業の状態というものを紹介していただいてもよろしいですか。はい、今コインチェックでは、まあ、コア事業としては暗号資産の取引所を運営しています。でこれに加えて2021年ですね、まあ今回のテーマでもある IO ですね、暗号資産版のまあ IPO のような事業と、あとは NFT の取引所と、あとメタバース事業を展開しています。大体の取引所に、暗号資産取引所に関してはアプリダウンロード数が約500万で、お客様の口座数に関しては約180万で、お預かりしている資産としては、まあ11月現在で約3000億円となっております。では続いてフィナンシェさんは今全体、フィナンシェ国光さんもそうですし、フィナンシェ全体としてどういう事業をやられているのかというところを説明していただいてもよろしいですか。はい、でまあ、もともとフィナンシェ自体は2019年の1月に設立したんですけど、もともとはクラウドファンディング 2.0 っていう感じ で、まあ、既存のクラファンとかだとこういうことをやりたいって感じの人がいたときに商品をつけてファンから資金を集めるっていうのが通常だったんですけど、まあ、僕らの場合は商品の代わりにトークンっていうのをつけて、で資金を調達すると。で大きな違いっていうのは、このトークン自体が、まあ、フィナンシェ上の中の取引所っていうところで二次流通のところで売買できるんで、まあ、需給に応じて価格が上がったり下がったりすると。なんでひょっとすると応援したところがすごく人気が出てくると、応援したファンっていうところにもメリットがあるかもしれないっていう、まあ、クラウドファンディング 2.0 って感じでスタートしたっていう、まあ、今っぽく言うとね、 DAO をまあ簡単に作れて、トークンだったり NFT を発行して資金を調達してコミュニティを形成できるプラットフォーム、まあ、そういうふうな感じのサービスになってます。で、まあ、ここまではね、特に去年の4月に湘南ベルマーレさんが J リーグとして初めてトークンの方っていうのを発行していただいて、でそこから以降、まあ、かなりスポーツの方っていうところにフォーカスしていくって感じで、で現状そこから1年半くらいっていうので、まあ、今スポーツチームだと、まあ、J リーグから、まあ、卓球、バスケ、バレー、まあ、いろんなところっていうのを合わせて合計83チームがフィナンシェ上で、まあ、トークンの方っていうのを発行していただいてるみたいな。で加えまして、まあ、スポーツっていうところから、まあ、他のジャンルのところにも展開していこうって感じで、エンタメ領域だったり、まあ、地方創生 NPO 領域っていうところにも、まあ、いろいろ拡充していってるっていうのが現状に、まあ、ザクッとした現状になってます。で、まあ、ユーザー数でいくと、まあ、7万8000人くらいかなっていうところぐらいまで成長してるっていうところになってます。その中で、まあ、今回フィナンシェさんが IEO という形を取るというふうな背景はどういった理由で IEO をしようって思ったんですか。まあ、サービス的な感じでいくと、まあ、この IEO をする、まあ、今までってそれぞれの湘南ベルマーレトークンとか、例えばエンタメでいうとスーパーサピエンストークンとか、まあ、琉球アスティーダトークンとかって感じの、まあ、それぞれ別々な感じっていうところを横串で通すみたいなのが今回 IEO する、まあ、FNCT っていうトークンって感じになるんですけど、まあ、イメージ一番近いのが楽天ポイントとか、はい、で今まで各そのプロジェクトごとに、まあ、各テナントごとに頑張ってたっていうのが楽天ポイントみたいな FNCT が入ることで、まあ、結局このプラットフォーム全体でのまあ、ネットワーク効果というかシナジーっていうのを効かしていこうみたいな、そういった意味でこの FNCT、 この横軸でつなぐ、まあ、仮想通貨みたいなっていうところっていうのの、まあ、IEO っていうところを去年の、そうですね、大体2021年の9月8月9月ぐらいでしたかね、国光さんから直接この、まあ、あのトークのエコノミーの構想を聞いていく中で、やっぱりコインチェックとしてもやっぱり日本初のプロジェクトを応援したいって思いだったり、あとはコインチェックとしてもその NFT だったりクリプトとまあ掛け合わせたプロジェクトとかだと、そのコインチェックの強みが生かせたりするので、そういうプロジェクトだったり、まあ何よりもそのクラウドファンディング 2.0 っていうコンセプトもそうなんですけど、この民主化を推進するようなこの次世代にあのすごいマッチしたようなプロジェクトに、まああの思想にこう共感したっていうのがちょうどそれぐらいの時期でしたね。そうですよね。
なのでそこからもともとその会社立ち上げた当初からこの横軸でつなぐその FNCT みたいなのは作りたいって感じはあったんですけど、まあ、言うてね簡単じゃないっていうかね、そうですね、っていう感じなんで、まあ、なんで満を持して、まあ、今回のいろんな手続きっていうのを経てようやくそのプラットフォームトークンっていうところが出せるようなとこまで来たってイメージですね。うん、ちょうど2021年の9月っていうのがその2ヶ月前ですね。コインチェックとしては日本初の IO をパレットトークンで実施をして、あの時点では確か国内では1号案のみだったんですよね。だからそれは風穴を開けたという意味では非常に進歩だったんですけど、その全く同じ案件っていうのはやっぱりなかったりするので、いろんな調整を加えていく中で、さまざまな調整だったり論点整理だったりステークホルダーとの調整がやっぱ入ってくるので、そこは国見さんとも話をして、まあ、一緒に乗り越えていきましょうという話をしましたね。まあね、いろいろありますね。一番はどんな論点が乗り越えないといけない。まあまあ、でもやっぱり、僕グミやってた時に、ちょうどグミって前のモバイルゲーム会社は2007年に創業して2014年に上場して、で去年退任して、まあ、フィナンシェの方やってるって感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけ IPO の方が楽っすよすごいですねそれは、まあ、すごい、ね、そこは本当にあるなと思って、あっというのも結局 IPO ってもう何社もやってきた歴史があるから、何をすればいいかって決まってるんですよ。でもこういうふうな何かものを提出してこういうことみたいな方が、ただ IEO ってまさにね、そのハッシュパレットさんでやったのが1件目っていうので、まあ、うちは2件目3件目って話なんで、そういった意味でいくとね、まだみんな手探りっていう中でどういうふうなことをやってっていう、この型自体もみんなで作っていくって感じっていうのがなかなか大変ですよね。そうですね。あとはその IPO と違う点でいうと、やっぱりトークンでやる理由っていうのが明確にしないといけないので、ここをそれぞれのステークホルダーと調整しながら、まあ、合意形成したものが正であるというような、そういう説明方が、まあ、面白くもあり難しくもあったという感じですかね。まあ、だからやっぱあれですよ、途中で何回か心折れそうになったけど、まあ、とはいえね、やっぱ今後っていうのでいくと、まあまあ、みんながね IEO するとは思わないけど、でも少なからずの会社がね IPO じゃなくてトークン発行して IEO みたいなっていう選択肢っていうのを選ぶところって増えてくると思ってて、っていうのであればね、なんか我々がその先駆けって感じになって、まあ、今後やっぱ日本がやっぱ IEO していくっていうのの、まあ、先進国というかね、そういうふうな感じになってったらいいなっていうね、そういう思いで ね、 そうですね、やっぱなかなかお互いね大変な感じとか、ね、もうアモさんとは何回か殴り合ってますからね、なかなかですね当時っていうのはやっぱりその海外で IEO するっていうこともやっぱり考えましたよね、うん、フラットにそのコインチェックとしては向き合うというよりか同じ方向を向いて、うん、フィナンシェにとって一番いい選択肢ステップの踏み方ってどうなのかっていうのを自分の中では少なくとも考えていて、うん、まあその規制が、まあ、ある意味ないけども競合も非常に多い海外でプライマリーセールをするってことと、まあ、一方でまだまだ事例は少ないけどもそのルールが確立された日本でやる、どちらがどういうステップの刻み方がいいのかっていうのをまあ議論した結果、まあ、国内でやるってことを決めましたよね。そう、まあ、なんでね僕らの方はまあ多くのゲームプロジェクトとかだと、まあ、単純にまあ B2C みたいな感じだけど、僕らの方クラブチームとか、まあ、エンタメ会社とか、まあ、地域であったりとかって感じの、まあ、B2B2C みたいな感じとかっていう風になってくるんで、まあ、そういった意味で言うとね、日本国内の法令っていうところをしっかり準拠してるかどうかっていうのは、まあ、選択肢として僕らにとってはすごく重要で、まあ、実際今回のね IEO のプロセスって中で、まあ、特に Web3 系のサービスで言うと、まあ、何が合法で何が合法じゃないとか、まあ、単純に海外の DAO って一言で言って DAO トークン発行とかって、まあ、普通に違法じゃないですか。そのままね世間で言ってるようなやつをやったりとかで、いろんな DeFi のプロジェクトっていうのがあるのも日本のね法令の中でいくと、そのままやるとこれって合法なの違法なのとかって感じっていうのが結構あったりとかで、まあ、なんで今回の IEO のプロセスっていうので大変だったけど良かったかなって感じで思うのでいくと、やっぱサービスのねいろんなところっていうのがこれは日本の中で適法なのかどうなのかっていう、で、まあ、一部ねそこに沿うような形でサービスを回収するってこともあったりとか含めてっていうので、まあ、なんで逆にそういうところをちゃんとやっていくことで僕らの B2B2C のいろんなプロジェクトの人っていうのにも、まあ、安心して使ってもらえる、
とかっていうのを考えると、まあ、何回もね、もう海外の方にね、ポン、これ楽そうやなみたいなね。見えないし分からないからこそ魅力的に見えてしまうっていう側面もね。って感じやけどね、やっぱりこのね、ちゃんとうちら的にはプロジェクトもいるし、当然そのプロジェクトの先にいるファンとかもいるから、やっぱそこを考えるとね、まあ大変ではあるけど、ちゃんと適切なプロセスみたいな。なんでやっぱ日本の中で、まあ、今回ね、まあ、いろんなね、また再びね、世界中の中でいろんなことが吹き荒れてって感じとかではあるんですけど、まあ、日本はまあ正直規制はすごく厳しいけど、まあ、意外にみんな知られてないのは、日本が厳しくて海外が緩いっていうんじゃなくて、海外ってまだルールが決まってないんですよね。だからいきなり明日から違法みたいなことっていうのも、まあ、普通にありえてね。で、逆になんでこう緩いんじゃなくてまだルールが決まってないで、一方でいくと日本っていうのはルールが決まってるから、なんでまあ厳しくはあるけど、逆にそのルールに沿う形っていうのでやっていくと、明確に適法な形っていうのでできるっていうのは、まあ、それが IO でもあるしね。なんでそこっていうのはね、まあ、時勢が時勢だけにね、割と大きなとこかなって感じはしますよね。まあ、あの去年もいろんな事件とかありましたけど、やっぱり日本のその分別管理だったり、金融庁が定めているそのレギュレーションっていうのは、やっぱり本質的にちゃんと利用者保護、ユーザー保護をするためのルールだったんだなっていうのを改めて見直されてるのかなと思います。まあ、結果ね、日本の方は海外と比べてね、大丈夫だったっていうような感じの雰囲気にもね、今の時点ではなってきてるって感じとか。そうです、うん、だからやっぱそういった意味ではやっぱね、割とこっからはね、日本の盛り返すターン、盛り返すターン。だから逆に言うと、まあ、でも取引所でもちょっともどかしいところもないですか。海外ってやっぱほら、レバレッジにしてもそうだし、リスティングにしてもそうだし、まあ、結構自由にガンガンやるじゃないですか。でも一方でいくとね、日本だとやっぱそういうわけにもいかなくて、ルールの中でみたいな。なのでその国内は国内で、まあ、ルールのもと、まあ一緒にこう論点整理とかをしながら新しい事例を作っていく一方で、そのグローバルのスピードもやっぱり考慮しないといけなくて、そこはそこでモニタリングしながら、うまく帳尻が合うような、まあ、取り組みをしていきたいなというふうに思っております。うん、なんで逆にね、今回のいろんな事件って感じのところは、まあ言うたらね、我々のところはね、この5年間とかっていうのでいろいろ乗り越えてきたみたいな。なんで結構面白いのは、世界の方が、まあ、こういう自由にやってきて、で凄まじく成長してたけど、結果、まあ、こういう感じになって、ここからね、やっぱしっかりしたルールとか含めてを定めていこうってなってくるっていう時期に、我々の方はね、5年間くらいかけてきて、いろんなものが整ってきてね、でちゃんとしたルールにのっとった形での IO みたいなのが出てくるっていうのは、タイミング的にね、なんかね、みんなが頑張ってきた5年間がね、報われる。そうだ、結果この5年間っていうのが、失われた5年間っていうよりかは、逆に言うとね、海外に先駆けた5年間みたいな、そういう風な感じに、ね、なるような雰囲気はしてきましたよね。そうですね、やっぱり今後その日本の成長戦略としても、やっぱり Web3、NFT っていうのが、まあ含まれて盛り込まれていると思うので、ここでその Web3.0 で日本初のプロジェクトが、まあクリプト暗号資産だったり、そのさまざまなトークンと掛け合わせて、ちゃんとその整備されたルールのもと世界に飛び出していけるような、そういうステップを、まあ事例をたくさん作れると、すごいいいなと。今までの何て言うんでしょう、準備がすごい、事業者の準備が報われるなって思います。本当に今国光さんと阿茂さんがお話しされてきたように、まあ、合法的なやり方でクリプトに関してのビジネスをやっていけるっていうのが IO の大きな魅力だと思うんですけど、そういうプロジェクトの中でどんな観点で こういう企業なら、まあ、IO を引き受けてもいいなっていうふうな、そのポイントみたいなところを説明していただいてもよろしいですか。そうですね、コインチェックとしては、まず前提としては、日本初のプロジェクトを、しっかりサポートしていきたい、世界で戦えるプロジェクトを、応援したいっていうのがまず前提としてあります。でこれに対して、そのコインチェックの事業が暗号資産の取引所だけじゃなくて、 NFT の取引所も、まあ、運営してるんですね。なので、まあ、2020年21年とかでいうと、そのザ・サンドボックスとかの、まあ、暗号資産をサンドを上場したり、一方で NFT メタバースの土地ランドを販売したりして、 NFT と、暗号資産のその2つの窓口から、まあ、日本ユーザーとの架け橋になることができるんですね。こういう事業シナジーをしっかり作り出せるっていうことは、コインチェックの強みであって、なので今後で言うと、そういう、まあ、今回のフィナンシェのような NFT とクリプト
だったり、まあ、その様々なトークンを掛け合わせてエコノミックスを設計しているプロジェクトというのは非常に親和性が高い。でこれに加えてやはりその先ほどのプロダクトの、思想コンセプト国見さんの考えみたいなところに共感したっていうのがやっぱり大きいかもしれないですね。なんでそのトークンとやっぱ NFT のなんかこう何融合みたいな感じで言うと、うちのやってるプロジェクトの一つでスーパーサピエンスっていうプロジェクトがあって、これは世界初のエンタメタオみたいな感じで言ってるんですけど、まあ、これは映画監督のトリックとかスペックの堤監督と踊る大捜査線の元弘監督と如月とかストロベリーナイツの佐藤監督とか、まあ、日本代表する3監督と一緒にやってるプロジェクトって感じなんですけど、まあ、このプロジェクトのビジョン自体っていうのは、まあ、日本初で世界で大ヒットするような IP っていうのを作り出したいみたいな。やっぱり日本のエンタメ界って去年かな今年かなイカゲームショックっていうねのがあって大ヒットしたじゃないですか。であの大ヒットっぷりって本当にね海外のやつを入れても全世界で1位なんですよ。で結局イカゲームが大ヒットしてその後イテヨンクラスとか愛の不時着とかそういう感じの韓流の映画とかっていうのがどんどん出てきてみたいなっていうので結構ね水を開けられたなって感じがあって、で監督たちともいろいろ話していく中でなんでやっぱ日本からイカゲームって出なかったんだろうみたいな。でぶっちゃけ開示じゃないね似てはあります、ね、ほぼ開示内容が、そう内容がで、まあ、ああいう系のねなんかバトラー系というかああいうのって日本のお箱なんですよ。もともとねあのラノベから始まってっていう感じが、なんで日本からあの世界的なのが出ずに韓国から出たんだろうみたいな感じで言った時に、やっぱり日本の中でその映像の作り方って制作委員会ってあるんですね。で映画作るっていう時に制作委員会なんで映画の配給会社とかテレビ局とか広告代理店ビデオ会社がお金を出し合って、で各社からそのサラリーマンのプロデューサーが来てみんなで合議制で決めるんですね。でこうなってくると何が問題になるかでいうと、結局チャレンジャブルな企画にならない、無難になっちゃう。要するに原作は何、何部売れてんの、タレントは誰、数字持ってんの、コンプライアンスはとか、そういう感じとかになってきて、でイカゲームぶっちゃけコンプライ委員会絶対通んない、これね残虐だろう何だらだろうみたいな。ただ結局世界の中っていうので大ヒットしようと思うと、やっぱりみんなが合議制で話し合って、まあ、凡庸なものを作るんじゃなくて、やっぱクリエイターファーストで本当に尖ったオリジナリティのあるおもろいものを作んないとダメで、それが既存の制作委員会って方式で難しければ、ファンから直接集めたらいいじゃないかっていうのがこのスーパーサピエンスってプロジェクト でまずちょうど今年の1月にフィナンシェ上でトークンを発行して1200人から4500万円資金を調達したんですね。でそれを使って15分間のパイロット版の、まあ、実写映画と30話のウェブトゥーンの漫画っていうのを作って、でこのウェブトゥーン漫画はあのコルクの里島さん、宇宙兄弟とかドラゴン桜とかバカボンドの彼らと一緒に作って、まあ、来年早々に全世界公開って形なんですけど、まあ、そういうのを通してきてコミュニティが今4000人くらいとかまで大きくなってきたんで、今回いよいよ NFT で、まあ、12月の17日にプレセールって感じなんですけど、 NFT でグローバルの Web3 投資家に向けての販売をしていくと。で今回集まった資金っていうところで、次はいよいよ実写の映画で、その先には当然アニメで、さらにゲーム化とかって感じの。なんで結構僕らフィナンシェがやっていきたいところっていうのは割とその発射台的な感じのイメージっていうので、なんでそれでいくとまずはフィナンシェ上っていうところでトークンを発行して、そこでしっかりコミュニティを作って、でしっかりプロダクトを作って温まってきた段階で NFT。 なんでフィナンシェ的なクラウドファンディング 2.0 っていうところから次のステップっていうのでいくと、こういう発射台みたいなところに行きたいなっていう。でスーパーサピエンスは割とその第一弾なのかなって感じですね。でもそのさっき国光さん IPO よりも IO の方がしんどいっておっしゃられたにもかかわらず今回 IO 実施されるわけじゃないですか。そ、うん、の時に IPO と IO って、まあ、国光さんどっちも経験されていくと思うんですけど、うん、
どう違いますか？トークン株式を渡して調達するのとトークン発行して渡して調達するのって、なんか種類としてスキームとかじゃなくて、なんか種類としてなんかお二方ともどんな違いを感じているのかっていうところはすごく気になるんですけど、まあ、一番大きいのはそのやっぱファンだったりとかユーザーとか顧客っていうところに、まあ、トークンだったり NFT っていう形で、まあ、ある意味オーナーシップって言ってもいいし、まあ、ある意味インセンティブって言ってもいいしっていうのを渡すみたいな。で結果応援するだけじゃなくて、そのプロジェクトが大成功していくと応援した人たちにもメリットがあるかもしれない。なんで今までのね、どうしてもその、まあ、クリエイターの時代とかクリエイターエコノミーとかファンの時代とかってよく言うけど、例えば代表的な広告モデルの YouTube とかインスタとか TikTok、 あとは投げ銭サブスク商品モデル、まあ、今までいろいろあったと思うんですけど、この辺のやつっていうのって結局応援したファンにメリットはない。でも逆にこれがね、トークンとか NFT っていう形で応援したファンにも大成功した時にメリットがあるような形っていうのが作れると、このクリエイターエコノミーっていうのがより加速していく。なんで僕はやっぱりその特に C 向けのなんかサービスっていうところは、このトークンだったり NFT っていうのを発行してファンとのエンゲージをより強くしていくみたいな、こういうのは増えていくと思いますね。コインチェックとしても、そのこの Web3 のビジネスの在り方っていうのを、どう捉えるかっていうのはこう常に考えているんですけど、まあ、Web1.0 がホームページを作ってこう一方向に発信していく、 2.0 が、まあ、あの SNS なんかを使ってインタラクティブにコミュニケーションしていく、 Web3.0 っていうのはトークンとかを発行してホルダーを巻き込みながらコミュニティビジネスをしていくっていうのが、まあ、あの主にそういうトレンドになっていくと思っていて、なので例えば IEO と IPO の違いで言っても、そのトークンのアロケーション、コミュニティにどれだけ放出するのかっていうのって、やっぱりそのエクイティ株式と比べてやっぱ全然違いますよね。圧倒的にね、半分以上、半分くらいとかはね、やっぱコミュニティですもんね、うん、そうですね、やっぱりそこが自分たちだけじゃなくて、ちゃんとコミュニティと一緒にビジネスを作っていくっていうところのなんかこう意思表示的なものが、スタンスが全然違うのかなっていうふうに思いますね。なんでやっぱね、その一つのビジョン、まあ、例えばスーパーサピエンスの場合だと日本初で世界で大ヒットする100年続く IP を作りたいみたいなっていう風なビジョンで、監督たちもその思いに燃えてて、で今まではね、ただそれを見て頑張れっていうところが、トークンだったり NFT を買うことで自分もより主体的に参加して、それが大成功した時には自分たちにもって感じの、やっぱこういうのはすごく新しいところだと思いますね。今後はやっぱり IEO に関しては日本だとどん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 盛り上がっていく傾向は強そうですか？そうですね、あのこれからどんどん事例ができていくことによって、さっきの IPO の話じゃないですけど、型が多分できてくると思うので、その型をまあ参考にしながらスピードもアップしながら、まあ、海外で戦える日本初のプロジェクトが、生まれてくるのかなというふうに思います。おそらくその型ができた分だけ、でかつその ゲームファイの企業様とか、いろんな企業様が多分 Web3 領域に本格的に参入してくるということを考えると、まずその需要のところは圧倒的に多いのかなと、まあ、実態としてはですね、そのビットコインだったりイーサリアムだったり、そのまあ世の中にもうすでに広く流通しているコインとかの方が、審査項目自体は少ないんですよね。なので取引所としてはそのかかるパワーとかは、そのセカンダリーマーケット、二次流通のコインを取り扱う方法が実はライトなんです。なのでそれに比べて IEO っていうのは、まあ、そのトークンのことだけじゃなくて、そもそもトークンを使ってどういうビジネスをしようとしているのかとか、を、まあ、あのプラスアルファで見ていくので、結構時間も、まあ、かかるリソースも、まあ、そのセカンダリーに比べると大きいんですよね。ただ、これは思想というか意義的なものが大きくて、ちゃんと日本からそういうプロジェクトを出していくっていうことを考えたときに、やっぱりそのプライマリーマーケット、一次流通をちゃんとサポートしていくっていうことは重要だと思っているので、まあ、それはあのそういうことを考えている取引所とかは引き続きやっていくのかなと思います。なんでここからね、結構やっぱりその次 の, 何あのステージっていうのでいくと、やっぱりそのマスアダプション、やっぱまだまだね170万80万とかって感じなんで、まだまだねやっぱ全然ニッチって感じのところで、やっぱそこを広げていくっていうので、まあ、この IEO みたいな感じもそうだし、まあ、僕らもアモさんもやってるみたいな NFT、 このやっぱ組み合わせっていうところがねやっぱ重要になって、で結構やっぱそれぞれ
やっぱりそのトークンってそのコレクションにはなんないんですよ、うん、まあ、これってね、日本円をコレクションする人とかね、米ドルをコレクションとかって、まあ、こういう通貨的なものってね、コレクションにはなんないけど、やっぱ NFT のいいところってここでしか、まあ、例えばサッカーの試合とかだったら、まあ、それこそね、日本代表のゴールしたあのシーンの NFT とかっていうと、まあ、それがね、本当にその場にいた何人しかっていう感じやったらやっぱ欲しいとかね、やっぱこういう感じのそのコレクションとか記念って感じになってくるっていうのがやっぱ NFT っていうのはやっぱすごいところで、なんでこのうまい組み合わせっていうのはすごく重要で、で面白いのがこのフィナンシェ上でやってる時に、さっきのスーパーサピエンスとかでも実際、まあ、フィナンシェの大きな特徴って、このフィナンシェ上でのトークンとか NFT がフィアット法定通貨で、まあ、逆に言うと法定通貨でしか買えない。なんでクレカ決済、コンビニ決済だったりとか、まあ、そういう銀行振り込みとかっていうので買えるって感じなんですけど、実際のところこのスパサピとかっていうので購入してくれた人の中で、もともとメタマスクとかのウォレットを持ってた人ってテンパいないんですよ。で実際よく言うのがね、日本の中でアクティブにそのメタマスクとかでその NFT のやり取りしてるのって1万人もいないとかね、よく言う、まあ、多分実際そういうことなんだとは思ってて、で結局僕らの中でもよくやってるのが、まずその最初にこの法定通貨で買ってくれた人で、この人たちはまあオリジナル会員だと、ジェンゼル会員だと、でその人たちに記念 NFT を配ると、で記念 NFT を配るから全員ウォレットを作ろうっていうウォレット作りキャンペーンみたいな感じをして、あとビデオとか配信とかもしながら、さあみんなで作ってみようみたいな、 Web3 は参加だみたいなっていう感じをやって、ようやくスパサピ内っていうところのウォレットを持ってる率が 60% まで来たみたいな。なんでね、結構コインチェックの方とかでもやっぱトークンで言うとね、やっぱ一般の人ってなかなか分かりにくいけど、好きなねコンテンツだったり、好きな何たるの NFT とかだったら分かりやすいから、この辺の組み合わせは絶対重要になりますよね。そうですよね。だから実際にそういうコンセプトとか思想のもと、その進めているプロジェクトであるこのフィナンシェが発行するその FNCT、うん、フィナンシェトークンが実際にそのトークンとしてどういうエコノミックスなのかとか、どういうその利用用途、ユーティリティなのかみたいなところを、あのもうちょっと踏み込んで詳しく、あの次は聞けたらなというふうに思います。そうですね、あの次回の動画のところでちょっとぜひ詳しく説明できたらと思うんで、なんで次回もお楽しみにください。